どうも、今回はウーやっていきますか。今どうやらウーは巷でウー最強説とかもねあったりするからね、やっていきたいね。で、持ち物はこだわりメガネにエナジーアンプに貝殻の鈴っていう、まあ、火力と技の待ち時間短縮構成だね。で、メダルも黒と、緑のコンボ使ってて、これも技の待ち時間短縮と、あれでね、あと特攻アップの、特攻確か 6% アップだったっけな、緑で、緑6 で黒は、全部7コンボ発動させてたらマイナス、今滴らずだったねマイナス、まあ、8% だからエナジーアンプとかと合わせて、まあ、なかなかいい感じに短縮できてんじゃない。だるいな、なんか俺の渦潮に合わせて技を打ってくるあたり結構嫌なんだけど、めっちゃ、ってかなんか打てなかったんだけど、なんで強攻撃が打てなかったの、許せんな。あのヤドランにめちゃくちゃ負けてんだけど、うー強いのにラストヒットやらかしてるわ。一応ちょっとフェザーダンスでも使っとく、フェザーダンスやっといて、で逃げ筋にしっかりと、あ、これ渦潮えぐいダメージ出てる、なかなかに。わあ、でもちょっとあれかな、なかなかちょっときつまずいかも。ちょっと待って、それません、あはは、攻めすぎたね。で、ウーは今回俺ダイビングとエアサラで行くんだけど、ダイビングもエアサラもなかなかに狂ってる性能してるね。ダイビングに関してはなんかもう、そこの塀、ここら辺の塀とかね、めっちゃ壁抜けできたりもするからね、なかなか狂ってる。あ、はい、さよなら。調子こいた名前、それは。ナイスいいね。エアサラこれ、バックステップエアサラでさ、詰める感じのエアサラを打てばよかったよね。てかラストヒット狙ったがいいな、多分これ。そうね、こっちだね。はい、よし。エアスラ覚えたら、ヤドラお前しつこいぞな。おい、帰れ。意外と強いから嫌なんだよ、君。意外とさ、意外と強いんだよ、君。許せんわ、マジで。痛いな。一旦置いとくか、ここに。さあ、これはしかとエアスラで。待て、決められた？いや、大丈夫。ここら辺だけど。惜しいな。めちゃくちゃ惜しいんだけど。めちゃくちゃ惜しい。ヤドラン、熱湯ヤドランの火力、意外と痛くてさ、辛いんだけど、マジピエンって感じなんだけど、本当に痛い。割と痛いからね。早く6レベルになって、覚えなきゃな。あと、エアスラもアップグレードされてからは、とんでもない回復力、出せるからね。あと、渦潮4秒に1回打てるの強くない？めちゃ強いよね。やだなぁ、ヤドラン。マジでやだ。あの子やだ。あの子、嫌なラインで熱湯を吹きかけてくる、もん許せんねん。しかも今回サーナイトとかもいるから、てかヤドランに捕まえられたりとかも全然あると思うからさ、そこだけちょっと、ちゃんと意識して。アブソルやばすぎ。そこで突っ込んでくるか。あ、死ぬ。あ、気づいた時には時すでに遅しと。あ、そこはもうしゃあねえよ。ダイビング覚えてからが本番でしょ。一発使っとくかも。確か、ウーって強化攻撃ずっとスタックできたよね。確かそうだった気がする。こういうとこもね、早く壁抜けしたい。これ突っ込んだら普通に死ぬ気がすんだよね。エアスラで弾けるとはいえ。とはいえ。いた。はい。これ同率捕まえてんだよ、おめえはよ。おい。あ、もう一丁行け。ナイスいいね。何を捕まえてんだ、あいつは。多分ね、捕まえてもやろうね。これ殴りたいな、今。せっかくゲンガーが2連キルしてんのに。あ、でもちょっと。一旦、アブソルの処理かな、これは。うん、一旦アブソルの処理かな。殴りたかったけどね、ちょっとね。あと、任せていいかな。死ぬ、一旦これはね、落ち着きでいこう。やっぱタイミング逃した感あるよね、殴れる。流れが完全に敵に変わった気がする。あとちょっとかじり紙取られてもいいから、下の防衛みたいな。守り切りたいよね。ユナイトはね、多分切ってたと思うから、そんなに。ないとして、で、もう一丁行こう。で、いけるこれ。ダスボタン発動。いや、意味わからん、もう。意味がわからん。やばすぎる。いや、強いな。守りきれんな。多分人数不利っていうのもあるんだろうけどさ。守りきれんね、ちょっとね。ユナイトも多分溜まってたろうし。いや、こっからが、本番な感じは、あるよね。いかにして、立ち回っていくか。ただ、集団戦、負けてる時って集団戦そんなやれないから、もう連続キルとかって割と、見込めないっていうか、あるよね。ユナイト温存かな？だから、
エナジーアンプ持たせてるからガンガンユナイト回していきたい感じもあるけど、まあそいつのやつ武装したら、はい。で、これはね、詰めるやつでいい。で、もう一丁、ダイビング使って、はい。ヤサラ、ヤサラ切って、ナイス。いいよ。下レーン割れればいいか。割れればおまけ来るか、全然。ナイス。もう決めちゃってくれ。いいね。ナイス。でかいでかいでかい。これ、下レーン割ったら、やっと、50-50。振り出しに戻せた。いや、マジで1回目ゴール割られたりしたらね、割りたいよね、下レーンね。じゃないと、かじり亀戦がさ、ちょっと、しにくくなっちゃうから。技の回転率えぐすぎて、技をね、打つの忘れることあるんだよね。本当に。でも、昨日ピカチュウ使ったからマシか、まだ。ピカチュウも結構技の回転率、なかなか、えぐいことだったから、あれ実質ウーだわ。俺が昨日使ったの実質ウーだわ。さあ、ユナイトちゃんと温存できてるから、いや、あと、エアスラがね、もうね、アップグレードできてるってのがめちゃくちゃでかい。この、ダイビングエアスラ、ダイビングエアスラってこのコンボよ。で、ユナイトを打つとしたら、湧いてからすぐとかかな。ここら辺かな。ちなみに一旦ちょっとキルしたい感じもあるけど、なんかちょっと、これ殴りたいね、できれば。で、エアスラ切って。死にそうだな。ちょっと割となんか、あんま良くない感じに、なってる気がするよね。回復できるとはいえ、とはいえ。みんなで行きたいんだけどな、できれば。ギリ届かん？ギリ届かんわ。あれ、ヤドランやれそうじゃない？ヤドランやれそうじゃない？ワンチャン。はい。で、ヤサラ切って。で、もう一丁。ヤドランやれる？これ。ヤドランやれる？いいね。これ3連切りワンチャンいけんじゃねこれ。やばすぎやばすぎ。やべ、エアスラ外した。ダメ。やべ、溜まってない。うわ！最悪だ。エアスラ外さなければこれいけたぞ。3連切るとか。これあったぞ、マジで。うわー、いやでも、まあ、十分、十分、十分。この状況で、多分、もう、結構グダグダになってるから、集合状況を良くするっていうのはもう見込めないから、きっと。その中での、2連キル。で、ピカチュウもワンチャン、ピカチュウ来てくれ、あの子は来てくれてたからね。ワンチャン10、あと1匹持ってきてたら、もっと、でかかったしね。チャンスはなかなかに、作れた感は、あるよね。ピカチュウ、そっちじゃない。やつを捕まる、やつを。やつを捕まえてくれ。まあ、でも、あれかな？経験値食えたからね。いいね、いいね。ただ俺もう切る。切るしたいって。こっちから行くか。作るらしい。ピカチュウが行ってくれてんだったら。ナイスいないと。それ溜まるかな、でも。ギリ溜まらんかもしれんね。ナイス。もうピカチュウだったらでもすぐ溜まるか。いやー、ちょっとしんどいね。これ。いや、ピカチュウ行ってるわ。行かなきゃ。こういうところ。いいとこ出るよ。これよ。これ。やばないこれ。はい。じゃあ、ヤスラで回復してから行くか。せっかくだから。うん。あと、この回復力よ。頭おかしくないこの回復力。いや、もうガンガン殴っても良さそうだけど、触らないといねえし。まあ、これやばいな、でも。ユナイトアクか、一旦。いや、このユナイト強い。エナジーアンプ乗せてるし。で、あとはそこに、勇敢に突っ込む。果敢に突っ込め。もう、エナジーアンプ乗せてんだ、いや、エナジーアンプじゃねえ、なんだっけ。で、バフかかってっからさ、やるしかねえよね。うわぁ、でもちょっとしんどいか。いや、ナイスナイス、ゼロオラ。ナイス暴れ、ナイス暴れ。あとは、あれだね、ピカチュウがユナイトが溜まったから、ナイス。奴が暴れるぞ、奴が。奴のユナイトが見れるぞ。ただ、いい、割といい領域展開できたね。ナイス。あとは、いや、ピカチュウのユナイト残ってもでけえ。多分アブソル落とせると思う。余裕で。ナイス。そう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 。ナイスナイス、いいよ。あとは、殴らない選択肢はないでしょう。ガンガン殴っていこうぜ。ギルガルドは、ユナイトがなかったらそのラストヒット性能高くはないからね、やっぱりね。はい。ちょっとしつこい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 。じゃあな。これがなかなかにやっぱりね、ウーはね、お狂いになさってるよ、やっぱり。これ強い。なんかもっと試合が有利な状況だったからだったらね、相手の中央とかちょっと積極的に荒らしに行って、食って壁抜けして帰ったりとかもしたいんだけどね。今回ね、立て直すので精一杯だった。でもまあ、強いね。ナイス。いいね、ウー。なかなかに、
なかなか楽しいよ、ううも。やっぱり。あとはもっと機動力活かして、機動力活かしてさ、敵を、イライラさせていきたいね。まあ、そこだよね、やっぱり。なんか、押し引きがね、しやすいってのがいいよね。やっぱりさ、なんかこう、いい感じに、いろんな選択肢がある。攻めるか引くか。この攻めぎ合いよ。ピカチュウはやだ。この辺かな？取れた。やったー！フェザーダンスでちょっと落としとくか。この辺に置いとけばなんかいい感じに。あっぶね！最悪。最悪。それを、これはやったわ。2個食ってもやられたら元も子もないんよ。ちょっと凍らせられて脱出ボタンがなんかすぐ切れんかったね。せっかくの俺の脱出ボタンなのに。あいつはもう、やばい。あいつはもう、しばきます。後で。許さん、俺は。まあ、でも、エアスラ覚えれるから、いっか。エアスラ覚えれるしね。あとはなんか、人数フリーだろうがあんま関係ない。渦潮があれば、ね、すぐ、そこに巻きながら、あとエアスラで引きながらってやれば、割といい感じに。凍らせんのマジだるいか、やめて、ほんとに。しんどい。渦潮入ってここら辺に。待って、やるぞ、それ。はい。はい、エアソラー。それ調子こいたな。先にこっちだな、やるとしたら。はい。ちょ、やめて凍らせんの。マジで、ほんとに。はい。うわ、マジか、逃がしたマジか、逃がしちゃったよ。まあ、いいや、いいや。やつはもう、待って、威力ね。あいつ、体力多分ないと思うけど、あいつ。威力ね。そうだよね。逃げればよかったもの。何しとんあれ。ナイス、いいね。ただ体力ねえから、さすがに帰ろう。オッケーオッケー。実質、仕留めきれた。逃がさずに済んだからね。で、これで晴れてダイビング覚えて、そろそろ下行きたいんだけど、OK。はい。ついていこうか、これ。あれ？これ倒せんじゃね？これ。はい。で、引けねえ引けねえ引けねえわ、それは。あと、まあ、貝殻の鈴も、ウーと相性良かったりもするよね。回復とかも、さらにしていけるからね。ウェレン3人来てたんか、あれ。割れそうじゃねえじゃあ。あとちょっとで。あと3か、7か。敵多すぎて多分決めんのはなかなかに、無そうだけども。蜂湧いてっから蜂をちゃんと、それ食えんかったか。いやー、突っ込みたいけど、突っ込んだら死にそうなんだよな。はい。うわ、惜しい。どうかんかったか。いや、これいけるぞ、これ。これいけるぞ。これいけそう。あ、みんな来てる。これいける。まあ、エアスラで仕留めておいて、で、あとは、はい。ダイビング使って。で、引いていこう。くっそ。マンブーがね、うまいね、間合い管理がね。なんか、思ったより、あれ、氷の牙ってこんな射程で長かったっけみたいな。そういう感覚に陥ってるんだけど。奴の飛び出しが、めちゃくちゃいい飛び出し。なんかね、飛び出しがうまいわ。オフサイドに引っかからないライン。微妙なライン。カビゴンの後ろに隠れとこう。で、はい。エアスラで、ナイス、それ、最高。あとは適当に、脱出ボタン切って、あとはお前、さっきからわけのわかんねえ陰キャ攻撃かましてきやがってような。そういうとこだよ。15決めていいよ。ナイス。いいね、3連キル。あ、こういうとこ。こういうとこ、結構強いよ、やっぱり。荒らしながら。結構強引に行ってもいいからね、やっぱり。もう食い散らかしていく。もっと。ジュナイパーいるのは嫌だけどさ。やばすぎやばすぎ。ちょ、待て待て。やばて待て待て。ごめん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 。ははは。ちょ、ダメだったわ。ジュナイパーだけ見てたら、普通に挟まれてたわ。ちょ、壁抜けできんかったな。ウーのいいとこちょっとやりたかったんだけどな。抜けれる壁がなかった。まあ、あそこも抜けれれば、ワンチャン逃げ切れたかもしれんけど、やっぱ、いざとなったら焦るね。焦っちゃうね。やめよう。出しゃばり行為は。でしょ。でしゃばり行為やめよう。でも、こういうとこもさ、こうやって、明らかにさ、届いてないのにさ、抜けれるってなかなかに、狂ってるよね。やっぱりこれは。いいよね。
あとピカチュウ、どいつだ、ジュナイパー、ジュナイパー、ジュナイパー俺倒さなきゃいけないな。こいつをさ、こいつをさ、やっぱりさ倒さなきゃいけないわけよ。でこういうのもしっかりと、いや、はい、マンムーも許さない。マンムーも、いやこれ下に行きたいんだけどさ、今ロトムを送り込めればさ、相手からしたら嫌なんじゃないかなって俺思うんだよね、なかなかに。オッケー、アマジョ助かった、よく来た、ナイス、助かった。行こうか。いや、領域展開したいんだけどさ、今回俺たち強すぎてさ、あれなんだけど、全然できてないんだけど。いや、殴っとくわ、ピカチュウいるし。まあ、二人だったらワンチャン取られてもね、俺だけの責任じゃない。共犯者から、ここに共犯者が一緒に殴った共犯者いるから。オッケー。で蜂いったと思うんだけどな。はい、出たよ、おい出たよ、なあ視界取られてんだよねあいつに。ちょっと待って、ユナイト吐きてんだけどマジで。はいはい、で何、そうきたか。ちょ、動けない。ちょ、で、そのスタン祭りやめて。やめて、スタン祭りね。動けないから。いや、今のもさ、ちゃんとやればさ、壁抜けしてさ、ダイビングで壁抜けして無理やりジュナイパー落としに行くなんてのも、夢じゃないんだよ、全然。あったんだけどさ、なくなっちゃっても。いや、ジュナイパーマジ潰す、あいつ。こいつマジで許さん、ほんとに。はい。マジで許さない。なんかね、でもあんまり狙いすぎたら立ち回りが歪むね。壁抜けしてこれ仕留めたらこれかっこよくねって考えてたんだけどさ、あんまり狙いすぎたらさ、なんか歪むわ。よくねえわ。よくねえわ。やっぱり。いやでも、時間まだあるよ。時間まだあるから、しっかりと。こういうとこね、こういうとこしっかりと。ね、こういうとこしっかりこうやって。投げていく。ちょっとワンチャン捕まりそうで怖かったけど。ワンチャン捕まりそうで怖かったけどさ。なんとかなった。で、機動力活かしてしっかりと。マンムーマジで嫌なんだけど。本当に嫌だ。マンムーにどうだろう、この対面どうなんだろうね。はい。一旦ちょっと吹っ飛ばしといて、で、はい、ヤサラ打ち込んで、で、はい。もう一度行こうか。で、ヤサラ打ち込んで、はい。硬いね、やっぱね。硬いわ。ピカチュウ助かった。助かった。いや、これ殴った方がよくね？ワンチャン。まあ、さすがに5秒じゃ無理か。3、2、ナイス！信じてた。これ結構でかいよ。相手嫌でしょ。嫌でしょ、相手。ロトムちょっと無視できないよ。で、ここでしっかりと領域展開。まあ、確実に2人持っていけるんだったら、この領域展開はこの熱いよ。熱いねえ。いいねえ。で、マンムーが向こうにいてて、ジュナイパーが多分どっかに残ってるとは思うんだけど、まあ大丈夫かなって感じだよね。そんな感じだよね。ナイス！いや、この最後のロトムは痛いだろうな。敵からしたらこれ。めっちゃ嫌だろうね。ちょっともう、なんか無理やり壁抜けして逃げる状況を作るの。やめよ。歪んでる気がする。すっごい歪んでる気がする。それしたさすぎて。ナイス。いいね。やっぱ有利状況のウーもなかなかに相手からしたらだりよね。なんかね、このゲーム、ちょっとでも不利状況になったりしたら集団戦できなくなったりとか、あったりするからさ。まあ、敵も同じだしね。ちょっとこっちが有利状況を作ってあげれば、敵がね、孤立したりするから、そうなったらもうウーのカモな感じはあったりするよね。もうなんか打開も地味に結構割とそんな悪くなかったりとかするくない？ウー領域展開あったらいい感じに領域を展開できるから、それでめちゃクソガキムーブ決めてんだけど、クソガキムーブしてるね。あれ、木の実食い逃げムーブしてんだけどさ、来てるな。ダスボタン来てさ、行って良さそうだけどな。いや、買っとくかも。買ってもあれしよう。多分3レベルの半分ぐらい行ってそうだから、そこのなんか食えれば、そこのカニ食えればワンチャン。いや、なれんか。
まあ俺ここちゃんと取り切れれば、取り切れればいけるかな。任せて、取り切るわ。ちゃんと一匹でも取れればなれる。ナイス、いいね。相手のなんだろう、あれグレイシアか。グレイシアの進化を遅くでき、いや氷コンビネーションかよ氷コンビネーションなんだけど今回的だいぶ削られちゃったな。でも結構痛かった、割と痛い。なんかこっちもグレイシアか。普通になんか俺ニンフィアかと思ってた。沼だよ沼。はいで、はい、強いよね渦潮からのエアスラのラストヒット性能。はいはい、うわあいつ倒したかったけどな。まあいいや、下レーンめちゃくちゃ勝ってるね。やばいね、気がついたらめちゃくちゃ倒してる。バリアードとキューコンのコンビが。俺ももうそろそろ下行っていいかな。グレイシアがあそこ狩るだろうし、まあ、ダイビング覚えて機動力とか上げていきたいなと。早めの下レーンとかだったらさ、あれじゃない、敵そんなに集団戦とかできなさそうだから、そこにエアサラを、エアサラとダイビングで荒らすっていうのは、序盤から荒らすっていうのは良さそうな気もするんだけど。はい、でエアサラで引くで、はい、使って、ナイス、いいね、いい引きで、もう一度行くか。ラストボタンからの突っ込んで、いいよ。いやもうこれもうやるしかないでしょ、もう行くしかないでしょ、体力が少ないんだからもうねえって言った。俺の中の俺が行くしかねえと、ここで逃げた、逃げるのは男じゃねえと、挑戦、挑戦的フロー、成長のために行けって言われたね。でも大事だよね、結果的に割れてるからね、大事だよね。さああとはね、ワンチャン敵が5人で下来たらね、取られる可能性とかもあったり、これ敵少ねえからこのヤスラとかぶっ刺すタイミングだわそれよグレイシア潰さんとな。まあでもあいつやばいから、来る瞬間狙えばいけるか。全然そうだね。あとユナイトちょっと覚えていきたいから、野生狩りもねちゃんとやっていこうか。まあ敵陣地で狩るっていうのもありなんだけどさ、敵が固まってそう、固まってそうだからさ、ちょ無駄な時間になるくらいだったら、ちょっと早めにもうやっといていきたい。荒らすんだったらユナイト貯めてからね、ちょっと万全な準備をして荒らしに行きたい感じはあるよね。てか今6分でしょ、ユナイト吐くのありな気がすんな。いやありだな、うん、ありだね。ここでどうなるか分からんけど、はい、ちょっと離れて、いいよ、悪くない。一旦これあれするか、でダイビング使って、悪くない、グピッグピッだいぶ頑張ったくない。でもこれ、いや領域展開解かない方が良かったかな。いやどうだろうね、でもちょっとなんか延命できそうだからね、領域展開解いてダイビングエアサラに切り替えた方が。分かんないね、そのまま殴れる世界線もあったかも。ただ早めにユナイト吐けたから、これ2回目のかじり亀間に合うぞ。ユナイトこれは最高、吐いて2キルできたっていうのが結構でかい。あとこういう孤立してる敵とかね、これこういうのかもれるから、うーわでかいよ。はい、取っていけ取っていけ、ガンガン取っていけ。そっちじゃない、あとね、あのね、変な方向行っちゃう時があるからね、思ってる方向と違う方向に行っちゃう時があるから、それだけなんだよ。てかもう殴った方が良さそうだな。グレイシア体力ちゃん、あ、いやグレイシア体力あんのか、結構あんのか結構。まあでも殴って下レーンに早めに行った方が良さそうな気がする。グレイシアとかに相手させといて、いやグレイシア下行ったか、敵のグレイシア切り替えたね。てかフーパがいるわ、だから意味ねえわあんまり。わー、まだ殴んないでよ、頼むよ。あと 5%、 あと 5% 待っていきたい。あんまり突っ込みすぎないようにね。ナイス、いや取られちゃったか。いやまあでもこれはこのままここで突っ張るわ。俺もなるだけ領域展開助かった我慢しようってビビらずに我慢した甲斐があったね。味方いたしね。いやもうちょい早く、なんかあと1匹ぐらいザリガニ食えてたらな、敵に取られないようにできたかもしんないけど、あとは適当でいいかな。あとはもうレベル上げしながらやっていきたい、やっていきたいよね。スキルの回転率早いからね、早すぎて頭がバグるときある。
たまに普通にあるんだよね。さあちょっと敵陣地に、ははは、マジでこういうのもやばい、敵がいるってなったらこうやって引けばいいしね。これいいよね、なかなかに。でこうやっていくやばい敵だってなったらこうやっていくエアスラム打ちまけて、ここからあのサクッていって、あいや悪質悪質あ、これがウーか、常に壁の周りで戦う。あ、なるほどね、これがウーか、なるほど。いるでしょ結構が、なんかいないっけ、やばい、危ない危ないさすがにユナイテも履かない方がいいかな。いやワンチャンなんか履けそうだ気もしたけどね、やめとこう。これがウーか、なるほど。やっぱ3試合目にしてウーの神髄を掴んだね今俺。これロトム取り切れるだろうからちょっと下レーン向かっといて、ユナイテももうあるし、野生狩りももうまあ一旦いいかなって感じはあるから、ちょっと相手の月光河とかの様子とかを見に行ってみる。いや相手上にいんのか、まあ、いや殴るかじゃあ、いなさそうだし、あとこっちに下ゴールがあるからこっちの方が有利圧倒的にっていうのもあるから、しっかりとあの殴っていくわちゃんと。いやこのエアスラとウーのエアスラとダイビングのこのダブルコンビネーション強いわ。だから野生狩り早いわ、早いね、いいね。あとまあ死なないように領域展開ちゃんと場所を決めてやるっていうのが大事だね。相手結構ね割と突っ込んでくるから領域展開しても、それがねなかなかに怖いかなってのはあるかな。さてどうする、あ、これいいんじゃない、月光がそろそろ来そうだもん。でいや、いいよいいよ、そう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 、月光がそろそろ来そうだなっていうのをしっかり読んどいて、でシギバナはなんとかなるだろうからしっかりここで取り切っていく。うわー今回冴えてるわ、あ冴えてるわ、うー強っ強っ抜けていけばいいでしょこうやって、でこうやってこれ抜けまくって抜けまくって、ここも抜けていけばいいわけでしょう。いや最高だね、素晴らしい試合の中でね、完全になったわ、完全に成長したわ。あの壁の周りで陣取って戦闘されるのめんどくせえだろうな相手からしたら、だいぶだるいだろうね。